あの社長にプレゼントした車の模型、模型な、ちっちゃいやつの、うん、はあ、何今度はダッチ仕様なんかい、だけど後ろもそうするよ、はあ、何これを何モデルに、モデルにしてるわけ、それをモデルに軽トラダッチ仕様、タイヤとタイヤの幅違くない、どこ、なんでダッチ、ダッチなんて知ってるやついたんかいね、どこ、ダッチ知ってる人がいたんかいね、だって自分が言ったんだろ、誰、ダッチ、ダッチがいいとか悪いとか言わねえよ、え、向こうから お客さんからダッチのどのこのって言ってきたわけ、マジ、ダッチなんかだって見たことも乗ったこともねえんじゃねえ、走りようでも見たことねえやろ、そうだろ、俺は福岡の時ブルーも行ったけどね、ダッチなんかだって日本でこれ走ってねえだろ、ないね、うん、それなりにあれかい、ダッチがお好みなんかい、はぁ、ダッチが欲しいって、ダッチのレプリカ作ってください、ダッチのレプリカ作ってくださいって、お前がね、 K のオートマ軽自動車がさオートマ限定だ、その子オートマ限定、ああ、免許がね、うん、これがオートマの4区なんよ、お社長、教えてもらっていい、あ、オートマの4区つんのあるん、これよ、うそ、見て、ドア開かないから、相当高いんじゃない、ほら、ほんとだ、なんとなく見とってもほんとだ、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 これがね、やっぱり俺の本当の仕事なんや、あ、そう、フォルム変えたじゃん、うん、あ、ステップサイドとか、いや、サイドステップとかいうのはどうなん、ステップサイドしない、もう このまんまにする、あ、そうなん、ちゃんと、あら、かっこいいじゃん、ここの膨らみも、ここに貼るでしょ、ここ、はいはいはい、はいはい、お手のもんだね、改造を膨らます、うん、はい、そうなん、待って、さっきのじいさんに帰ってくる、はいはいはい、あ、そう、ダッチ作ってる、ダッチだよ、ダッチだ、何年前からこれやってるよ、あ、そう、あんた最近じゃねえんだ、ダッチだって、社長、何度もしつこく聞いてごめん、なんでダッチなんだろうね、やっぱ形がいいんかね、なんかわかる、うわ、あ、なんだこれ、カーボンみてえな感じで、そうだよ、で学校の先生がさ、あのウレタンのメーカーにさ言ったら、ウレタンや、あのメーカーはさくれるじゃん、定着でもなんでも、安いもんだと思ってたみたいでさ、あのアクリルでもさ、アクリル板でもさ、あのメーカーとほら取引やるとさくれるんだよ、みんな結構昔はさ、アクリルでもさ定着ただでもらうと安いと思ってんだよ、勘違いするんだよで、ウレタンなんか定着でさもらってた学校の先生、自動車学校の、安いと思ってたみたいよ、ただ買ったらさ目立つかと思うよ、あれだからさ、俺ウレタン使うことないウレタンね、さあやっぱ社長、ブレニーさんと取引してる限りはエポクシやっとかないよ頼みますよ、この前近所のガキがリアスポ作りよったらしいよ、うん、今昭和村水上工場の2つだ、うん、お母さん発泡スチロールを作りよってさ、うん、おじゃん、コーティング何でしたらいいかな、うん、コーティングや、ファルピーの発泡スチロール専用があるんだけど、うん、あれは乾かねえぞ、うん、つまらねえもベタついておるぞ、あ、そうみたいなったら何です、うん、みんなが水乗りに有名な水乗りに新聞締めらかして新聞に更新するまた言ったん、そういうこと、ね、もうちょっといいのないもうこれはもうこれで開くくれって作ったはいいけど、いっぱい塗らないかんぞって3回持って乾いた塗り乾いた塗りやろうって言うから、なんてこと言うぐらいで、ああ、ポリエステルかけたら溶けちゃった。なんつことお前だけおじゃ言うたろ、5回ぐらい塗れよって。
溶けないように、ちゃんと溶けないように、染み込まないように。でそれ言って心配なら、アルミテープを一番薄いの、染み切らない。で、俺のところに遊びに来て、金の相手に、681年に塗っとったはず。これなんだって。その上から、ちゃんが使いようのはずか。違うだねって。全然、全然聞いてることとしては答えが違うかね。だから、俺、じゃあ、どこ行けば売れる？買えるって言うけん。じゃあ、売れ本題ってこれ。売ってないんだよねーっつって。1508と6800ってあるから、それを。6800は、はいはい。それを半分半分混ぜれば、これになるよ。じゃあ、売って少し。ほら、売られんの？使うんだよ。そうだよ。おいちゃんが使うんだよ。全部。3人ぐらいおるよ。あ、そう。僕みたいな株。あ、そう。手下の違う手下がいるわけだ。そう。社長、痩せたんね。そう。また。俺班長太ったってよ、お前。もう腹出てきとる。半年見ない間に年取ったんじゃない？だいぶ年取ったよ。15キロ。嘘は。楽しようね。誰が70あるの？だからこれほら、ヤマトが持ってたんだよ。ヤマト運輸が。で、社長のとこ持ってたかね。でさ、俺ほら、もうちょっとでかい模型ばっか買ってたかね。一番ちっちゃい模型だかね。これこいつが。だからさ、初め見たとき、あんなもんちっちゃいのはってさ、僕言った。あんなもんちっちゃいのはっつって。ミニカだからやっぱよく見たらあれだよね、新品の割にはさ、サビみたいにさ、よく作ってあるよね。それね。これね。で、見せたんこれ。見せねえよ。あ、見せねえ。うん。あんだ。あ、そうだな。ダッチのモデル持ってますかって言われるか。持ってないって。そんなもんねえって言ったら。あらららら、そんなこと言った。なんでその嘘つくん。俺が言ったんさ。あ、そう。あれ車検場のところをさ、うん、ダッチができますとかなんか書いてあるんね。板金屋。あ、そう。あ、車検場とかあれ、前橋新前橋のところのさ、検定乗務みたいなところ。うん。あ、だから、あ、ダッチが。あれだ、群馬でもできるんだと思ってさ。ダッチ作りますとか書いてあるの。ダッチ改造しますとか作りますとか書いてあったよ。ダッチマスクやろ。フォードとかなんかとかさ、うん、外車のアメ車の書いてあったよ。あ、そうですか。うん、だから社長知ってんだろうなと思ってさ。どうせそれもうあれが作ってるんよ。四国のね、うん、ブローっていう会社が。へえ。こんなにリアルやね。クオリティ高くねえもん。あ、そう。だからポンって取り付けるだけやけ。あ、俺は乗ってたから分かってるわけ。うん、いっぱい構造も。分かるよ。好きなんだね、やっぱね。これなんか違うな。何が違う？そっちだと。で、プロフェッショナルは何？これで何？いくつ日ぐらいまでに欲しいっつってるわけ。うん？このダッチを。ダッチをで、俺は。今月20日までに終わらせよ。いや、もうすぐじゃん。だって。もうすぐ終わらせる。あ、そうなん。うん、それ昨日の4月1日のエプリルフールの話じゃねえんだろうね。あ、そう。うん、へえ。じゃあ何？これあれか、4WD のダッチスペックの軽トラ乗るのを楽しみにしてるわけ。うん、じゃあ車検も取らなきゃいけねえじゃん。では俺やんね。お、じゃあ何？航空変更だけ取ってくる。へえ、じゃあそれで何？車検取って乗り出すわけ。そうよ。4WD で。うん。はい、あ。4駆で。4駆で。はい、あ。エアコンはなしで。好きにしてくれって感じよ。はい、あ。そんな金持ってるんかいね。うん、7500円稼ぐんだね。あ、そう。やっぱ好きなんだ、タッチが。みたいよ。社長、くどいよで質問、うん、ダッチにしてくれって言ったん、それとも社長がダッチがいいよって言ったんかい、どっちなの。いや、
けど、ダッチが欲しいですけどって言われたけどさ、わざわざ、うん、ダッチにするならこの軽トラしかできないよって、あ、前が出とるやつはできないよって俺言った。じゃあ本当に指定なんだ、うん、その女の子の旧型のこの軽トラだと前がストロンで、今のは出とるやない、ああ出てる出てる、だけあれどっちか言うたらストロンとかさ、うん、その辺しか作られんの、はあ、よくわかんねえな。じゃあそのファンなんだ、それで。そうよ、はあ、流行っとるけんね。何が流行ってるの？この軽トラのマスク改造して、ああああああ、軽トラね、軽トラだってあれだもんね、道の駅に泊まって寝泊まりするやつもいるんだもんね。それはもうキャンピングやけどね。キャンピング、じゃあそれでしょ。女用じゃねえやな。え？で何そのフォルムの寸法だとかなんかは頭の中に入ってるんかい、大体こんな感じで。設計図も図面もないわけだろうからさ、もう見た目だけ、あ、見た目はこんなんで納得できるダッチのあれなんだ、形にできるっていう自信はまんまにあるわけなんだ。一番簡単だよ、はい、あ、ただ、ね、大木も長も使わんでこれで、あの下の方に行くだけやけさ、うん、いい加減コーティングするのかはもう下がっとうけど溶けねえもんね、うん、さっきのお兄ちゃんの話じゃねえけど、だけいい加減だけ本当は6815に行ってそのままからそうだよね、やっぱ6815だ、本当だよね、でね、例の、液体窒素を発泡スチロールに詰めるとか詰めねえとかいう話があったろ、はい、液体窒素を発泡スチロールでさ、注入するだとかなんかいう話があったろ、でね、いろいろね、班長ともさ、FRP のさ、テストやったんさ、1508、1508と68の3割7割ハイブリッド、はい、で最終的に6815、はい、うん、いろいろやったんさ、はい、でその接着もやったんだけど、うん、そしたらねやっぱね6815ね、優れもん、めちゃめちゃ、うん、で6815とねスーパーポリクロスよりね、やっぱり6815とガラスクロス、もうこれでね、うん、もうめちゃめちゃ強い。ガラスマット、ガラスクロス、クロスです。だからエポクシはマットなんか使わねえもん。ロービングクロスやろ、ロービングの酔ったやつさ、ロービングだとさ染み込みがさやっぱり良くないんだよ、折ったやつじゃないと。だからエポクシはさロービングが使わないんだよ、あんまりエポクシアは、跳ねちゃうし、うん、だから、折りがかかったさ、クロス使うんだよ、大体が。それでバッチリだ。それで一番強い、やっぱり。社長にプレゼントした車の模型？模型？な、ちっちゃいやつの？うん。はい。何、今度はダッチ仕様なんかい。だけど後ろもそうするよ。ああ。何これを何モデルにモデルにしてるわけ？それをモデルに軽トラ。ダッチ仕様。タイヤとタイヤの幅違くない？どこ？なんでダッチなんて知ってるやついたんかいね。どこ？そうさ。ダッチ知ってる人がいたんかいね。だって。ああ。
自分が言ったんだろ。誰よ。ダッジがいいとか悪いとか言わねえよ。え、向こうから お客さんからダッジのどうのこうのって言ってきたわけ。マジ、うん、ダッジなんか買ったって見たことも乗ったこともねえんじゃねえ。走り寄っても見たことねえやろ。そうだろ、うん、俺は福岡の時ブルーも来たけどね。ダッジなんかあったって日本でこれ辺走ってねえだろ。ないね。うん、それなにあれかい、ダッジがお好みなんかい。そう、はあ、ダッジが欲しいって。レプリカ作ってください。ダッジのレプリカ作ってくださいって。お前からKのオートマ軽自動車がさ、うん、オートマ限定だ、その子。オートマ限定、ああ、免許がね。うん、これがオートマの4区なんよ。お社長、教えてもらっていい？あ、オートマの4区っつうのあるん？これよ。うそ、見て、ドア開かないから。相当高いんじゃない？ほら。ほんとだ。なんとなく見とっても。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。ほんとだ。これがね、やっぱり俺の本当の仕事なんや。あ、そう。フォルム変えたじゃん。うん、あ、ステップサイドとか、いや、サイドステップとかいうのはどうなん？ステップサイドしない、もう このまんまにする。あ、そうなん。ちゃんと、あら、かっこいいじゃん。ここの膨らみも、うん、ここにあるでしょ、ここ、うん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 、はいはいはい、はいはい、お手のもんだね、改造を膨らまし、うん、はい、そうなん。待って、さっきの G 食べばいってる。はいはいはい。あ、そう、ダッチ作ってる。ダッチだよ。ダッチな。何年前からこれやってるよ。あ、そう。あんた最近じゃねえんだ。ダッチだって。社長、何度もしつこく聞いてごめん。なんでダッチなんだろうね。やっぱ形がいいんかね。なんかわかる。うわあ、なんだこれ、カーボンみてえな感じで。そうだよ。で、学校の先生がさ、あのウレタンのメーカーにさ言ったら、ウレタンや、あのメーカーはさくれるじゃん、定着でも何でも、うん、安いもんだと思ってたみたい。でさ、あのアクリルでもさ、アクリル板でもさ、あのメーカーとほら取引やるとさくれるんだよ、みんな。結構昔はさ、アクリルでもさ定着ただでもらうと安いと思ってんだよ、勘違いするんだよ。で、ウレタンなんか定着でさもらってた学校の先生、自動車学校の、安いと思ってたみたいよ。だから買ったらさ、目立ったと思うよ、あれだからさ。俺ウレタン使おうとない。ウレタンね、さ、やっぱ社長、ブレニーさんと取引してる限りはエポクシやってかないよ。頼みますよ。この前、近所のガキがリアスポ作りを言ったらしいよ。うん、今昭和村水上作りの2つだ。うん、だからさ、発泡スチロールを作りよってさ、うん、じゃあコーティング何でしたらいいかな。うん、コーティングや、あの国の発泡スチロール専用があるんだけど、うん、あれは乾かねえぞ。うん、いつまでもベタついておるぞ。あ、そうみたいになったら何です。うん、みんなが水乗りに、有名な水乗りに新聞締めなかして新聞に購入する。また言ったん、そういうこと。もうちょっといいのない。木工の文房具で開くくれって。俺は作ったわ、いっぱい塗らないかんぞって、3回もって。乾いた塗り、乾いた塗りやろうって言うから。なんてこと言う。ぐらいで。ああ、ポリエステルかけたら溶けちゃった。あ、すごい。お前だけおじゃ言うたろ、5回ぐらい塗れよって。溶けねえように。ちゃんと溶けないように、染み込まないように。で、それ言って心配なら、紙テープを一番薄いの。で、俺のところに遊びに来て、金の人に。うん、6810に塗ったんすか。これなんだって。その上から、ちゃんが使うのは違うだねって。全然、全然聞いてることとした答えが違うかね。これ、うちはどこ行けば売れる？
買えるって言うけん、ドリブル本題ってこれ売ってないんだよねーっつって、1508と6800ってあるから、それを6800は、はいはい、それを半分半分混ぜればこれになるよ。じゃあ売って少し、ほら売られんの。僕が使うんだよ。そうだよ、おいちゃんが使うんだよ全部。3人ぐらいおるよ。あ、そう。みたいな。あ、そう。手下の、違う手下がいるわけだ。そう。社長、痩せたんね。そう。また。俺、班長太ったったよ、お前。腹出てきとる。半年見ねえ間に、年取ったんじゃない。だいぶ年取ったよ。15キロ。嘘は。もう楽しようね。誰が70あるの？だからこれ、ほら、ヤマトが持ってたんだよ。ヤマト運輸が。で、社長のとこ持ってたかね。でさ、俺ほら、もうちょっとでかい模型ばっか、買ってたかね。一番ちっちゃい模型だかね。これ、こいつが。だからさ、初め見たとき、あんなこのちっちゃいのはってさ、僕言った。あんなこのちっちゃいのはつって。ミニカー。ただやっぱよく見たらあれだよね、新品の割にはさ、サビみたいにさ、よく作ってあるよね。それね。これね。で、見せたん、これ。見せねえよ。あ、見せねえ。うん。あんだ。あ、そうだな。ダッチのモデル持ってますかって言われるか。持ってないって。そんなもんねえって言うたら。あらららら、そんなこと言った。うん、俺なんでその嘘つくん。俺が言ったんさ。あ、そう。あれ、車検場のところをさ、うん、ダッチができますとかなんか書いてあるんね。板金屋。あ、そう。あ、車検場とか、あれ、前橋、新前橋のところのさ、検定乗務みたいなところ。うん。あ、だから、あ、ダッチが、あれだ、群馬でもできるんだと思ってさ。ダッチ作りますとか書いてあるの。ダッチ改造しますとか作りますとか書いてあったよ。ダッチマスクやろ。フォードとかなんかとかさ、外車のアメ車の書いてあったよ。あ、そうですか。うん、だから、あ、社長知ってんだろうなと思ってさ。どうせそれもうあれが作ってるんよ。四国のね、うん、ブローっていう会社が。へえ。こんなにリアルやね。クオリティ高くねえもん。あ、そう。ただポンって取り付けるだけやけ。あ、俺は乗ってたから分かってるわけ。うん、いっぱい構造も。分かるよ。好きなんだね、やっぱね。これなんか違うな。何が違う？そっちがあると。で、プロフェッショナルは何？これで何？いくつ日ぐらいまでに欲しいっつってるわけ。うん？このダッチを。ダッチをね、俺は。今月20日までに終わるし、これ。いや、もうすぐじゃん、だって。もうすぐ終わらせる。あ、そうなん。うん、それ、昨日の4月1日のエイプリルフールの話じゃねえんだろうね。違う。あ、そう。うん。へぇ。じゃあ何？これ、あれか、4WD のダッチスペックの軽トラ乗るのを楽しみにしてるわけ。うん。じゃあ車検も取らなきゃいけねえじゃん。いや、俺やんね。お、じゃあ何？航空変更だけ取ってくる。へえ、じゃあそれで何？車検取って乗り出すわけ。そうよ。4WD で。うん。はい、あ。4駆で。4駆で。はい、あ。エアコンはなしで。好きにしてくれって感じよ。はい、あ。そんな金持ってるんかいね。7500円稼ぐんだね。あ、そう。やっぱ好きなんだ、タッチが。みたいよ。社長、くどいよで質問、うん、ダッチにしてくれって言ったん、それとも社長がダッチがいいよって言ったんかい、どっちなの。いや、ちょっとダッチが欲しいですけどって言われたけどさ、わざわざ、うん、ダッチにするならこの軽トラしかできないよって。あ、前が出とるやつはできないよって俺言った。じゃあ本当に指定なんだ、うん、その女の子の旧型のこの軽トラないと前がストーンで、今の出とうやない。ああ、ああ、出てる出てる。だけど、あれどっちか言うたらストロエンとかさ、うん、その辺しか作られんの。はあ、よくわかんねえな。じゃあそのファンなんだ、それで。そうよ。はあ、流行っとうけんね。
何が流行ってるの？この軽トラのマスク改造した。ああ、軽トラね。軽トラあったって、あれだもんね。道の駅に泊まって寝泊まりするやつもいるんだもんね。うん、それはもうキャンピングやけどね。あ、キャンピング。じゃあ、それでしょ。そんなようじゃねえやな。え？ってない、その、フォルムの寸法だとかなんかは頭の中に入ってるんかい、大体。こんな感じで、設計図も図面もないわけだろうからさ。もう見た目だけ。あ、見た目はこんなんで納得できる、ダッチの、あれなんだ、形にできるっていう自信は、まんまにあるわけなんだ。一番簡単だよ。はい、あ。ただ、大変大木も長も使わんで、これで、あれ、下の方も引くだけやけどさ、うん、いい加減交通しないかんのはもう、下がっとうけど、溶けねえもんね、うん、さっきのお兄ちゃんの話じゃねえけど、だけいい加減だけ、僕は8日後に行って、その上から。そうだよね。やっぱ6815が本当だよね。でね、例の、液体窒素を発泡スチロールに詰めるとか詰めねえとかいう話があったろ？はい、液体窒素を発泡スチロールでさ、注入するだとかなんかいう話があったろ？でね、いろいろね、班長ともさ、FRP のさ、テストやったんさ。1508、68、1508と68の3割、7割ハイブリッド、はい、で最終的に6815、はい、うん、いろいろやったんさ、はい、でその接着もやったんだけど、うん、そしたらね、やっぱね6815ね、優れもん、めちゃめちゃ、うん、で6815とね、スーパーポリクロスよりね、やっぱり6815とガラスクロス、もうこれでね、うん、もうめちゃめちゃ強い。ガラスマット？ガラスクロス。クロスです。だからエポキシ枠マットなんか使わねえもん。ロービングクロスやろ？ロービングの酔ったやつさ。ロービングだとさ、染み込みがさ、やっぱり良くないんだよ。折ったやつじゃないと。だからエポキシアはさ、ロービングが使わないんだよ、あんまり。エポキシアは。跳ねちゃうし。うん、だから、折りがかかったさ、クロス使うんだよ、大体が。それでバッチリだ。それで一番強い、やっぱり。社長にプレゼントした車の模型？模型。な、ちっちゃいやつの？うん。はい。何、今度はダッチ仕様なんかい。だけど、後ろもそうするよ。何これを何モデルにしてるわけ？それをモデルに軽トラ。ダッジ仕様。タイヤの幅違くない？どこ？なんでダッジなんて知ってるやついたんかいね。どこ？そうさ。ダッジ知ってる人がいたんかいね。だって。自分が言ったんだろ？誰？ダッジがいいとか悪いとか。言わねえよ。え、向こうから お客さんからダッチのどのこうのって言ってきたわけ？マジ？ダッチなんかとって見たことも乗ったこともねえんじゃねえ？走りようとも見たことねえやろ。そうだろ、うん、俺は福岡の時にブルーも行ったけどね。ダッチなんかだって日本でこれ走ってねえだろ？ないね。うん。それなのにあれかい、ダッチがお好みなんかい。そう。はぁ、あ。ダッチが欲しいって。レプリカ作ってください。
ダッチのレプリカ作ってくださいって。で、おまけに、K のオートマ、軽自動車がさ、オートマ限定だ、その子。オートマ限定、ああ、免許がね。うん、これがオートマの4区なんよ。社長、教えてもらっていい？オートマの4区っつうのあるん？これよ。うそ、見て、ドア開かないから。相当高いんじゃない？ほら。ほんとだ。なんとなく見とっても。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。ほんとだ。これがね、やっぱり俺の本当の仕事なんや。あ、そう。フォルム変えたじゃん。うん、あステップサイドとか、サイドステップとかいうのはどうなん？ステップサイドしない。もう このまんまにする。あ、そうなん？ちゃんと。あら、かっこいいじゃん。ここの膨らみも、ここに、貼るでしょ、ここ。はいはいはい。はいはい。お手のもんだね、改造。もう膨らます。うん。はい、そうなん？待って、さっきの G3 に帰ってくる。はいはいはい。あ、そう。ダッチ作ってる。ダッチだよ。ダッチだ。何年前からこれやってるよ。あ、そう。あんた最近じゃねえんだ。ダッチだって。社長、何度もしつこく聞いてごめん。なんでダッチなんだろうね。やっぱ形がいいんかね。なんかわかる。うわー、なんだこれ、カーボンみたいな感じで。そうだよ。で、学校の先生がさ、あの、ウレタンのメーカーにさ、言ったらウレタン、あの、メーカーはさ、くれるじゃん。定着でもなんでも。安いもんだと思ってたみたい。で、さ、あの、アクリルでもさ、アクリル板でもさ、あの、メーカーとほら、取引やるとさ、くれるんだよ、みんな結構昔は。だから、アクリルでもさ、定着ただでもらうと安いと思ってんだよ。勘違いするんだよ。で、ウレタンなんか定着でさ、もらってた学校の先生、自動車学校の、安いと思ってたみたいよ。ただ、買ったらさ、メダカが飛ぶのあれだからさ。俺、ウレタン使おうじゃない。ウレタンね。さあ、やっぱ、社長、ブレニーさんと取引してる限りは、エポキシやっとかないよ。頼みますよ。この前、近所のガキが、リアスポ作りを言ったらしいよ。うん。うちの今、昭和村水上の2つだ。うん。お母さん。発泡スチロールを作りよってさ。うん。おじゃん、コーティングなんでしたらいいかな。うん。コーティングや。SRP の発泡スチロール専用があるんだけど、うん、あれは乾かねえぞ。うん。つまらねえもん、ベタついておるぞ。あ、そう。みたいだったら何ですか？うん。みなさん水乗りに、有名な水乗りに、新聞締めらかして新聞に購入する。また言ったん、そういうこと。いや、もうちょっといいのない。木工のものでひらくくれって。おじゃ作ったらいいけど、いっぱい塗らないかんぞって、3回もって。乾いた塗り、乾いた塗りやろうって言うから。なんてこと言う？ぐらいで。ああポリエステルかけたら溶けちゃった。あー、すごい。お前だけおじゃ言うたろ、5回ぐらい塗れよって。溶けねえように。ちゃんと溶けないように、染み込まないように。でそれ言って心配なら、紙テープを一番薄いの。で、俺のところに遊びに来て。金ないとに。うん。6810のネットタンス。これなんだって。その上から、ちゃんが使うような。違うだねって。全然、全然聞いてることとした答えが違うがね。じゃあ、これ、うちはどこ行けば売れる？買えるって言って。じゃあ、俺本題行ってこい。売ってないんだよねーっつって。1508と6800ってあるから、6800は、はいはい。それを半分半分混ぜればこれになるよ。じゃあ、打って少し。ほら、打たれんの？うちが使うんだよ。そうだよ。おいちゃんが使うんだよ。全部。3人ぐらいおるよ。あ、そう。みたいな。あ、そう。手下の、違う手下がいるわけだ。そう。社長、痩せたんね。そう。
また俺半畳太ったったよお前もう腹出てきとるもん半年見ねえ間に年取ったんじゃないだいぶ年取った15キロ嘘はもう楽しようね誰なのあのじゃあだからこれほらヤマトが持ってきたんだよヤマト運輸がで社長のとこ持ってきたかねでさ俺ほらもうちょっとでかい模型ばっか買ってたがね一番ちっちゃい模型だがねこれこいつがだからさ初め見た時あのままちっちゃいのはってさ僕言ったあんなままちっちゃいのはっつってミニカーだからやっぱよく見たらあれだよね新品の割にはさサビみたいにさよく作ってあるよねそれねこれねで見せたんこれ見せねえよあ見せねえ、うん、あんだあそうだなダッチダッチのモデル持ってますかって言われるか持ってないって、うん、そんなもんねえって言ったらあらららららそんなこと言った、うん、俺なんでその嘘つくん俺が言ったんさあそうあれ車検場のところをさ、うん、ダッチができますとかなんか書いてあるんね板金屋ああそうああ車検場とかあれ前橋新前橋のところのさ検定乗務みたいなところああだからあダッチがあれだ群馬でもできるんだと思ってさダッチ作りますって書いてあるのダッチ改造しますとか作りますとか書いてあったよダッチマスクやろフォードとかなんかとかさ、うん、外車のアメ車の書いてあったよあそうですかうんだからあ社長知ってんだろうなと思ってさどうせそれもうあれが作ってるんよ四国のね、うん、ブローっていう会社がへえこんなにリアルやねクオリティ高くねえもんあそうだからポンって取り付けるだけやけあ俺は乗ってたから分かってるわけ、うん、いっぱい構造も分かるよ、好きなんだねやっぱねこれなんか違うな何が違うそっちだとでプロフェッショナルは何これで何いく日ぐらいまでに欲しいっつってるわけ、うん、このダッチをダッチをね俺は今月20日までに終わるしでももうすぐじゃんだって、うん、もうすぐ終わらせるあ、そうなん、うん、それ、昨日の4月1日のエプリルフルの話じゃねえんだろうねあ、そう、うん、へえ。じゃあ何これ、あれか 4WD のダッチスペックの軽トラ乗るのを楽しみにしてるわけ、うん、じゃあ車検も取らなきゃいけねえじゃんでは俺やんねお、じゃあ何航空変更だけ取ってくるへえ。じゃあそれで何車検取って乗り出すわけそうよ OWD でうんはぁ、あ、4駆ではぁ、あ、エアコンはなしで好きにしてくれって感じよはぁ、あ、そんな金持ってるんかいね7個やけ稼ぐんだねああそうやっぱ好きなんだタッチが、うん、好きみたいよ社長くどいよで質問うんダッチにしてくれって言ったんそれとも社長がダッチがいいよって言ったんかいどっちなのいやちょっとダッチが欲しいですけどって言われたけどさわざわざ、うん、ダッチにするならこの軽トラしかできないよってあ前が出とるやつはできないよって俺言ったじゃあ本当に指定なんだうんその女の子の旧型のこの軽トラだと前がストーンで今の出とるやないああ出てる出てるだけあれどっちか言うたらストロエンとかさ、うん、その辺しか作られんのはあよくわかんねえなじゃあそのファンなんだそれでそうよはあ流行っとるけんね何が流行ってるのこの軽トラのマスク改造してああ軽トラね軽トラだってあれだもんね道の駅に泊まって寝泊まりするやつもいるんだもんねうん、それはもうキャンピングやけどねあキャンピング、じゃあそれでしょ乗るようじゃねえやなえ って何そのフォルムの寸法だとかなんかは頭の中に入ってるんかい大体こんな感じで
設計図も図面もないわけだろうからさ、もう見た目だけ、あ、見た目はこんなんで納得できるダッチのあれなんだ、形にできるっていう自信は満々にあるわけなんだ。一番簡単だよ。はい、ただ、ね、だいぶこう長持ちかんで、これで、あの、下の方向くだけやけさ、うん、いい加減交通するのかな、もう、分かっとうけど。溶けねえもんね、うん。さっきのお兄ちゃんの話じゃねえけど。だけいい加減、だけ僕は蜂蜜を塗って、その上から、そうだよね、やっぱ6815だ、本当だよね。でね、例の、液体窒素を発泡スチロールに詰めるとか詰めねえとかいう話があったろ、はい、液体窒素を発泡スチロールでさ、注入するだとかなんかいう話があったろ、うん、でね、いろいろね、班長ともさ、FRP のさ、テストやったんさ、1508、68、1508と68の3割7割ハイブリッド、はい、で最終的に6815、はい、うん、いろいろやったんさ、はい、でその接着もやったんだけど、うん、そしたらね、やっぱね6815ね、あの優れもん、めちゃめちゃ、うん、で6815とね、スーパーポリクロスよりね、やっぱり6815とガラスクロス、もうこれでね、うん、もうめちゃめちゃ強い。ガラスマット、ガラスクロス、クロスです。だからエポキシ枠マットなんか使わねえもん。ロービングクロスやろ、ロービングの酔ったやつさ、ロービングだとさ、染み込みがさ、やっぱり良くないんだよ、折ったやつじゃないと。だからエポキシはさ、ロービングが使わないんだよ、あんまり。エポキシアは、跳ねちゃうし、うん、だから、折りがかかったさ、クロス使うんだよ、大体が。それでバッチリだ。それで一番強い、やっぱり。